阪急バス、の瀬営業所は、かつて、大阪府と与野郡の瀬町大里にあった、阪急バスの営業所。最寄りの停留所は、大里住宅前。1967年3月16日に、森上、田尻の、両社校閉鎖の上開設。2002年度末現在、運行系統数は22、所有車両数は15両という小規模の営業所である。野瀬町内。 山下駅、日清中央駅、病研口駅への路線を担当していた。過疎地域を運行しており、設立当初から赤字が続いていることから、1972年6月27日には、日本初の電話呼び出しによるデマンドバスシステムを導入した、乗せデマンドバスを運行し始め、脚光を浴びた。一時的に赤字は減少したものの、 黒字への転換が叶うことはなくデマンド運行は1997年10月10日に廃止し一般路線に再編。また同時に子会社の阪急電園バスに運行業務を委託するようになった。このほか、野瀬町の要請による福祉バスや天皇、西中学校のスクールバスといった貸切便も受け負っていたが駐車用地を貸すのみで運行業務には関与していなかった。 結局は、長年の不採算に足を引っ張られ、2012年12月9日には、すべての所管路線を他の営業所に引き継ぐ形で閉鎖された。2012年12月10日より、西野瀬線と杉湯線は稲川営業所に、豊野祭線と妙見口の瀬線は豊の営業所に移管された。以下の路線データは廃止された2012年12月9日、時点のものである。 野瀬町内で使われている簡易型のバス停2003年6月末に廃止された京都交通吉川線、森上線、野間線を継承。大半の停留所には小型の専用標柱が使用されている。運行開始当初の野瀬町一機の路線は池田から国道173号、国崎線、杉湯線を経由する野瀬系統、長瀬循環線、名月線などによって構成されていた。 1972年6月27日の野瀬デマンドバスの運行開始後は、町内を走る路線は大多数がデマンド化され、町内の各地域に拡充された。一方で、定期路線は西野瀬線として統合されて、池田、山下国道173号を野瀬系統に集約された。 1997年10月10日改正2009年10月31日1997年10月10日以降1985年5月2日から1997年10月9日1985年5月1日以前1978年頃一個ダム建設時一個ダムの建設に伴い国道173号を経由する便はすべてみんな経由に切り替えられた 一子ダム建設前その他、デマンドバス誕生直後採算が合わなくなったことから、1997年10月10日に廃止。廃止後は、一部の地域を走る路線は、定期路線バスを延長した形で、現在も運行されている。定期デマンドバス2009年2月16日の改正時で、病見口駅住宅前ビック国道477号分岐の区間が廃止され、 妙見口駅国道477号経由に、ルートが変わった。また、根性系統は、根性森神、月宝寺宿の間が廃止されたことで、野瀬町宿屋系統に短縮された。京都交通時代の系統を2003年6月以前、京都交通によって運行されていた該当する路線は、以下の通り。主に、同社が設けていた本売車庫前発着の路線が、中心で、 倉垣橋と本滝口では、亀岡方面などに連絡できるダイヤになっていた。また、本滝口本場医者湖、本滝口山辺口間では、メロディ自由乗降バスと称したフリー乗降性となっていた。奥田橋吉野東下お及び本滝口大原口、野間峠の各区間は引き継がれていない。大原地区については、野瀬町福祉バスが代替として、 乗り入れるようになったが、2007年春に廃止された。また、同区間には、豊野町内線が運行されているが、区間内にある大原口や本滝寺などの手留所は、引き継がれていない。ありがとうございます。